日本神奈川県川崎市高津区溝の口溝の口は神奈川県川崎市高津区に所在する地域及びその地名。故障には表記揺れがあり、この県については現代の故障を参照。本校では駅名以外の地名を表記する際には溝の口を用いる。なお、本校では JR 南武線武蔵溝の口駅及び 東急電園都市線溝の口駅を中心に発展した川崎市北部の中核都市、その駅前市街地に集積する各種施設についても解説する。この場合は溝の口及び周辺の町域を含む。鉄道駅名は武蔵溝の口、溝の口となっているが、昭和初期までの地名はもっぱら、溝の口、または溝の口と表記されていた。現在、 町名としては、溝の口が公的に定められた表記であるが、一般には、駅名から引用して、溝の口、溝の口と表記されることも多く、これらの表記が混用されている。地方自治体が管轄する施設では公式表記である、溝の口に概ね統一されており、例えば、公的施設や川崎市バスの行き先表示、駅前再開発ビル、ノックティの入居テナントの店名、 市道での道路表示などは、駅名とは関係なく、溝の口、溝の口駅の表記で統一されている。一方、東急関連の東急バスや、東急ストアなどでは、溝の口が、JR 東日本関連施設では、武蔵溝の口、あるいはその省略型として、溝の口が用いられている。また郵便局や、NTT 東日本の営業所など、 比較的古くから立地している施設の多くではかつて地名でも表記されていた溝の口がよく用いられている。地元では略称の口がよく使われており、駅前再開発ビルノックティの名称の由来にもなっている。当地域は地理的には南北に細長い川崎市の中央部に位置し、機能的には同市の副都心として市北部の行政及び 商業の中核機能を担っている。鉄道網では、川崎市を縦断する JR 南部線と、川崎市を横断して、東京都心と神奈川県中央部を結ぶ東急、田園都市線が交差する。道路網では、国道246号と国道409号が交差する。また、周辺地域からの路線バスが、溝口駅前に集中しており、地域交通の要所となっている。 かつて、平瀬川にかかっていた、栄橋の後、2006年5月撮影。旧、府中街道。左手の公園は、旧高地小学校、2006年5月撮影。大仙街道沿いの旧市街地に立地する、旧村社、溝の口神社、2006年5月撮影。大仙街道と府中街道が交差する交通の要衝が、かつての中心市街地であった。 2006年5月撮影。溝の口駅、南口駅前広場と指導の川柿汚染の整備。1998年6月撮影。溝の口駅前商店街。なお、写真横方向の通りでは、街路再整備、共同工工事が施行された2006年5月撮影。玉木有方面から流れてくる溝のような 細幅の小川が姿を表す場所、つまり、溝の入り口となることから、溝の口と呼ばれるようになったと考えられている。街道筋に古くから開けた地域であり、また、ここがかつて自然林が広がっていた玉丘梁への入り口であったことを地名が物語っている。玉丘梁の豊かな森が蓄えた水を集めて、玉川へ注ぐ平瀬川は、現在では、流路が付け替えられ、 九時方面へ流れているものの、かつては溝口町内に向けて流れていた。また、武蔵溝の口駅の南西には、今でこそマンションが立ち並んでいるものの、かつては、久本山と呼ばれ、豊かな森があった。平瀬川の流路が付け替えられて、以降、急速に都市開発が進んだ今では、もはや近世以前の移行をたどることは困難であるが、隣接する下作延との境界線付近に、 栄橋交差点が残っている。かつてはこの付近に平瀬川を渡る橋が架けられており、今ではその橋自体の名残を見ることはできないものの、橋の存在を伝える石碑が交差点付近に設けられている。律令制の下で、統治機構に組み込まれて、以降、溝口を含む、この付近は、武蔵国吉樹群と呼ばれる地域であった。 古代の南武蔵多摩川流域の考古学によると、九条上寺浦横穴場か九時屋の面遺跡、平瀬川水道西軍、横穴場か、日向横穴墓などを論拠として、律領家の吉次軍の中心的な村は、九時、津田山、下作のあたりであったと推論される。昭和55年に、 国道246号線津田山霧道資材のキャノン研修センター建設中に出土した9時にしまえた横穴墓は、築造時期が7世紀中期と考えられ、南武蔵でも最大級の横穴墓であるという。この吉住の中心となる群馬が近隣の養護寺付近に置かれたと推定されており、また、武蔵区に国府と各地を結ぶ道が整備されるようになり、 当地を通る府中街道もその頃に整備されたと言われる。なお、現代は国道409号を府中街道と呼んでいるが、その西側に並行する小径が旧道である。一方、箱根越えの東街道が開かれる以前は、足柄峠を越える足柄道がもっぱら用いられていた。この足柄道と府中街道が交差する場所に、溝口の集落が開けた。 1611年にはニケ療養水が完成する。吉珠群北部の後半にわたって水路が巡らされた。溝の口、日の地域もニケ療養水によって潤され、日田開発が進み、稲毛米と呼ばれる、上質な米を産した。足柄道はヤグラザー王館として整備され、東海道の脇王館として利用されるようになった。1669年には幕府により、 双子村と共に宿駅に指定された。講義の旅行者のための電話人足の常備が義務付けられ、宿泊施設を兼ねるために、光明寺を南双子から現在の大仙街道沿いに移転、同時に七軒百姓も移住させて大関道の集落を形成させた。1681年には、九時、諏訪河原、久末、末長の四村が双子村の助号に指定され、 1716年には、北三方、上作野下作野の三村が、溝口村の助号に指定された。月の上の20日間を溝口村が、下の10日間を双子村が、代官や旗本のための人馬を負担した。江戸時代中期以降は、雨降山とも呼ばれて、信仰を集めた大戦への参詣が特に流星となり、法歴年間で年間20万人が参詣した。 多くの産経者が行き交うようになった、ヤグラザー王冠は、大仙街道と呼ばれるようになった。この大仙街道は、都仙、双子の私で玉川を越えていたため、溝口と隣接する西は共に、宿場町として栄えることとなる。1770年頃には配布屋が薬屋をはじめ、街道唯一の薬屋として繁盛した。また、江戸時代後期には、厚木方面からの荷物が、 大仙海道経由で溝口まで運ばれた。主な物資は、駿河の茶、真綿伊豆の椎茸、甘魚、肌野のタバコなどが流通し、100万都市の江戸へと発送されるのみならず、次立村内にも売りさばかれ、小規模な金融を行う父屋や交通のための人足労働者が集まるようになり、商業及び物流の中継地点として発展し、いち早く貨幣経済が浸透した。 1827年には、寄せ場組合村の親村となり、この地域の各村との連絡の中心地となった。溝の口村はかつて醤油の名産地であった。1821年、稲毛屋、安左衛門の醤油屋は、江戸中の橋に出店、稲毛屋を構えて、123万樽を安房、か佐、下草、佐、日立、武蔵、相模、上野の各国から入荷し、 大阪標からも2万樽を入荷して、溝口の醤油が江戸の市場を圧倒した。醤油は西の都線上から玉川を降り、また牛馬車で大仙街道を江戸に上り、水陸路の両方で輸送された。1927年3月9日、南部鉄道川崎登戸間の開業とともに、武蔵溝の口駅が設置された。また、同年7月15日には、 玉川電気鉄道溝の口線が開業し、南部鉄道の駅に並行して溝の口駅が、府中街道沿いの西との境界付近に、高津駅がそれぞれ設置された。なお、溝の口駅は、街道筋に発展した当時の溝口中心街より離れて設置されており、旧市街には高津駅が最寄りである。以降、それまでは、大仙街道、 府中街道の街道筋に発展してきた商業地が次第に駅前に移り始め、駅前商店街及び観光庁が駅前に集積するようになる。また、鉄道開業後は南部鉄道沿線を中心に工場、研究所が多数立地するようになり、溝口駅からの通勤圏には東芝、日本電機、三豊製作所、池外鉄工所、高砂製作所、 日本工学、八王電機、品川通信工業、日本通信工業、三井金属鉱山などが立地した。さらに戦前は、旧陸軍施設も立地していたことから、南部鉄道及び、溝の口線は通勤利用が盛んであった。溝の口駅前は、古くから、街道筋の商業地としては開けていたが、昭和初期に鉄道が開業した以降は駅前への、 商業施設の集積が進み、川崎市内においては、川崎駅前に次いで商業地地下が高い地域となった。開業以来、長いこと南部線武蔵溝の口駅の改札口が東側のみに設けられており、また南部線のすぐ西側には山が迫っていた地形もあり、南部線改札口のある溝の口町内に商店街が集積していった。また、 近隣からの路線バス便が多く発着していたこともあり、駅を中心とした街の集積が進んだ。高度成長期のモータリゼーションを背景として、ここ、大仙街道では、対象年間に、県道1号に、後に、国道246号に指定され、幹線道路として、交通量が、飛躍的に増大していく。しかし、一般に、旧市街を通過する道路は、 拡幅予知に限りがあるため、街道筋の各中心街を迂回するバイパスが各地で計画され、その一つの東京、横浜バイパスは従来からの溝口市街を迂回するものとなった。溝の口地区の振動は1974年から共用開始され、1978年の新双子橋共用開始、1980年の宮前区、 ありままでのバイパス全通を経て1982年の全線4車線化に至り、旧市街は街道筋としての利を失った。その一方で、新道沿いには大規模なロードサイド店舗が見られるようになった。なお、現在はバイパス側が国道指定され、旧道は国道指定を解除されている。駅前が商業地として発展したものの、 無計画に発展したため道路網の整備などはなかなか進まず、狭く入り組んだ道路による流動性の悪さや、駅施設の老朽化、駅から遠くて狭いバスターミナルの不便さなどが問題になっていった。そこで、駅前再開発が計画されることとなる。駅前に立地していた高津郵便局や高津区役所などが近隣に移転し、その跡地を再開発事業用地として、 駅前再開発が始まり、1999年3月に、駅前商業、ビル、ノクテて及び武蔵水沿の口駅駅舎、ペデストリアンデッキが観光することで一段落した。この駅前再開発事業により、かつて入り組んでいた駅前の南部沿線道路が大幅に整備された。また広いバスターミナルが、駅前に整備され、地上駅舎であった武蔵水の口駅には、京上駅舎と、 南北自由通路が設けられ、特に路線バスを含めた自動車の流動については大幅に改善した。また、駅前に整備されたペデストリアンデッキは再開発ビルに直結され、かつては小さな商店が込み入って立地していた駅前の風景は大きく変貌した。ノクティビルには再開発用地の地権者及び丸いが入居し、かつて駅から離れていた。 高津市民館も駅前再開発ビル内に移設され、再開発地域内に限っては大きく利便性が向上した。一方、再開発対象となった駅前の一部地域を除く既存商店街については、かねてより再開発は検討されているものの進んでおらず、近頃では商店街縮小が進んでいる状況にある。かつての街道筋の宿場町は、川崎市北部の商業及び、 行政の中心地として発展してきた。しかし、近年発展した交通網による買い物客の都心への流出や、郊外型スーパーマーケットの乱立による証券拡乱、それらによる在来商店街の空洞化といった、他の近隣商業地域が抱えるのと同等の問題に、やはり直面している。市の都市計画では、車道と歩道を確保する計画が立てられているが、 もともとかなり狭い道路であるため、市の計画を実施する場合は角地にある一部、商業ビルの敷地の大部分が道路用地として削られ、該当する建物は事実上建て替えができないといった矛盾を抱える。また計画中には駐輪帯の確保が考慮されておらず、自転車で来店する客が多い商店街の実情に合っていないという問題も指摘されている。 もともと溝の口周辺は、多摩川の洗浄地であるため地形が平坦で、また古くから発展した住宅街のため路地が狭く、地域住民の足として自転車が広く活用されており、環境負荷の低い輸送手段が根付いている現状は、社会の要請に合致していると言える。しかし、市の都市計画ではもっぱら自動車中心の道路整備が進められており、 歩行者や自転車などの既存利用者にとっては必ずしも利用しやすい街並みになっていない実情がある。例えば直近の再開発で作られたペデストリアンデッキの商店街方面出口が大変狭くて利用しにくい。再開発事業で用意された駐輪場も早朝、深夜の電車利用者及び昼間の買い物客の利用実態に即していない歩行者。 自転車での来客が大半を占めるにもかかわらず四輪車、通行止めなどの措置が全く取られておらず危険である、買い物客用駐輪帯が確保されていないため、買い物客の自転車が雑然と置かれてしまう、などの具体的な問題点が、以前より市議会や市民会議などで再三指摘されている。このうち、自動車の問題は一向に対策が進まないものの、 駐輪場の問題については2006年頃から対策が進み始め、例えば平地に買い物客用駐輪場が設けられる南口に24時間開放の駐輪場が多く、確保され利用量を段階制にするといった施策が走行しつつある。また、予定されている旧平瀬川の暗渠化工事により、年出された用地を買い物客用駐輪場にすることも検討されている。 このような状況に加え、近年は市街地が徐々に縮小している傾向がある。高津郵便局跡、劇画館跡、ザ・プライス跡など、駅近隣のかつては中心商業地であった場所にも大規模マンションが建ち始めている様子から商業地としての価値が低下し、商店街が縮小している様子も伺える。 明治以降の行政区画の変遷2017年12月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南部線武蔵溝の口駅及び田園都市線溝の口駅が接続するターミナルとして、また溝の口の玄関口として商業地が集積しており、 ペデストリアンデッキ及びバスターミナルが整備されている。路線バス主に、府中街道経由及び武蔵新城駅、新横浜駅業の路線バスが発着する。なお、前述の地名表記の違いにより、東ターミナルを川崎市バスは溝の口駅、東急バスは溝の口駅と表記している。観光庁商店街、公共施設企業の本社名所、 旧石先の駅前再開発により、南部線武蔵溝の口駅に直結する自由通路、及び駅前バスターミナルが設けられた。南口バスターミナル周辺も再開発され、2009年12月1日に歩道橋が設けられた。路線バス、平瀬川沿いを走り新木、本町、向こうが丘出張所方面へ、及び市民プラザ方面への路線バスが発着する。なお 前述の地名表記に従い、川崎市バスは、東ターミナルを、溝の口駅南口と表記している。なお、溝二十一、溝二十三、溝二十五系統は、溝口駅、南口バス停を出発すると、次は、市民プラザ線溝の口駅バス停に停車する。これは、駅前再開発がなされる以前は、道路が境外であったために、市民プラザ線は、溝口駅、 南口バスターミナルに侵入することができなかったため、境愛区間の手前に市民プラザ線専用のバスターミナルとして設けられたものである。2017年1月29日にバスターミナルの再開発により、溝 21, 溝 23, 溝25のバス停が行動からバスターミナル内の一番乗り場に移設された。それと同日に溝22の発着が、 溝の口駅から溝の口駅南口に変更された。観光庁商店街、公共施設名所、旧石高津駅、国道409号方面溝の口1丁目、溝口3丁目、及び双子付近。下施設の最寄りは高津駅である。大仙街道方面国道246号方面、溝の口2丁目から溝口6丁目付近。 蔵造りの店高津区民祭で賑わう大仙街道。ありがとうございます。